この度あなたが過ごされた人生の思い出をご家族様に伝えさせていただきます。遺品整理の広島屋でございます。こちらがご母堂様の思い出の品です。お父ちゃん、なんで公平が帰ってくること黙っとったん。もう罪を償って出てきたんじゃっけ、許してあげようよ。あいつは反省なんかしとらん。ええ感じとる。この仕事はそういう感が必要な仕事じゃ。広瀬公平が出所したじゃん。くそ、警察に捜索願い出しに行くって。わしが刑務所に入ったもんな、全部親父のせいじゃ。お父ちゃん。